次に示しますのは、指示エネルギーが1日1600キロカロリーの方を対象にした場合の鉄火丼、赤身の食べ方です。寿司飯は3分の2食べましょう。他は全部食べましょう。糖尿病や肥満の方へ、鉄火丼は断然赤身がおすすめです。というのも、栄養的には赤身の方がトロより優れているからです。 赤身はいわば鶏肉のささみに相当し、低エネルギーで高タンパク、しかも手ごろな価格と魅力です。もしこれが中トロになると、エネルギーは1.5倍、大トロだと2倍になります。また、器の関係でご飯の量は少なく見えますが、茶碗に2杯半は入っています。指示に従って残してください。